はい。すみません。皆さん、こんばんは。では、えっ、ー、とですね、18時半になりましたので、本日のインシアテックスタートアップミートアップ、始めていきたいと思います。お願いします。さて、えっ、ー、と、今回なんですけど、えー、小学短期保険成長の軌跡と保険の新潮流、業界の成長要因や革新的な取り組みを大解説という題名でですね、えー、プレゼントパネルディスカッションを展開していきます。で、まずですね、最初、えっ、ー、と、 日本小学短期保険協会理事そうですね <laughs> 理事事務局長大月氏にですねプレゼン開始していただきますでは拍手でお迎えくださいお願いします、えー。皆さんこんにちはこんばんはですね、えー、日本小学短期保険協会の大月と申しますよろしくお願いいたします。 えー、本日はです、ね、このような機会をいただきましたことあの関係者の皆様に御礼申し上げます本当にありがとうございます、えーまあ、本日あのこの会にご参加の皆さんの中には少、えー、学短期保険への参入を検討されていらっしゃる方もいるとお聞きしておりますので。 少額短期保険の概要とその発展と題しましてここから3つのパートに分けてお話をさせていただこうというふうに考えておりますまた約20分ぐらいでの時間でございますので えー、駆け足になります。あのご質問のある方はですね、まあこの後あの懇親会もございますので、その時にご質問いただければというふうに存じますので、よろしくお願いいたします。えー、それではですね、資料に基づきまして少しお話を進めさせていただきます。えー、まあ表紙に出ています通り、あの最近少額短期保険 取り上げていただくことが非常に多くなりましてあのまあ業界ができた当初から比べるとですねだいぶ認知度が高くなったのかなというふうには思います。えー、次のページでございますけれども、えー、まずは「少、えー、学短期保険とは」というテーマでお話をさせていただきます。 小学単教保険もですね、保険業である以上多くの規制監督を受けるということ、それから一方で参入の容易性についてもお話をさせていただこうと思います。各、え、位、ー、で保険業の位置形態というふうに書かせていただいております。 保険業法で定められている保険業というのは3つございまして1つは生命保険もう1つが損害保険そして3つ目が奨学短期保険この3つだけでございますですから奨学短期保険も生損保と同様の規制監督を受けるということでございます えー、右側にですね、えー、少し参考に表示しておりますけれども、えー、生存保と比べておりますけれども生存保ともにですね、えー、歴史は140年を超えるとで、えー、生損保を合わせるとですね合計で約50兆円ということでございます、えー、国の歳入の中でですね所得税法人税消費税 あ合わせたぐらいの、あの、金額ではございますので、そういう意味では非常に大きな規模ということではございます。まあ、これに比べますと、え、奨学短期保険はまだ誕生して17年ということで、歴史は浅いということですけれども、実は私、生存法会社にですね、40年近くおりまして、まあ、この私からするとですね、少学短期保険というのは本当に 斬新で先進性があって進化したことをやっている業界というふうに思いましてまあそう考えますともっと早く携わりたかったなというふうに思うような業界ですまあこれが率直なあの感想でございますえー、それで下の方にですね少学短期保険の定義というふうにしましたけれども えー、ここからですね、小学単期保険のことを焦単というふうに言わせていただきますので、あの、ご了解いただければと思いますが、焦、え、単、ー、が引き受けられる保障というのは、保険業法、あるいはですね、えー、保険業法の施行例で定められておりまして、保障が1000万以下、保険期間が1年から2年というふうに定められております。えー、ただ、 あの、翔太の会社はですね、一つの会社で生存保の商品を 同時に持つことができますし、一つの商品の中で生存保を組み合わせる商品を持つことも可能だという意味ではですね、えー、生損保、えー、生命保険会社は生命保険だけしか事業を営むことができませんし、損害保険会社は損保しか営むことができないというところからすると、まあこの辺があの特徴的なところということでございます。 ちょっとページをめくりますと,、えーとまあ、記載のとおりです、ねえー、公共性の高い保険業でありますので契約者保護を図るということが極めて重要なわけで、えー、商談会社の業務の適切性とか財務の健全性確保のために、まあ、多くの規制あるいは遵守すべきことがあるということでございます。 金融庁の監督審ではですね監督上重要な事項が示されておりまして、まあ、これに従って監督指導あるいは行政処分等も保険業法にのっとって行われるということでございますこの上がですね監督審のペーパーでございますのでもし参入ご希望の方がいらっしゃればですねご確認いただければと思います。 でまた、えー、契約者保護という観点ではですね保険業法とか、えー、施工規則のみならずそこに記載してあります通りですね例えば、えー、消費者契約法であったりとか個人情報の保護に関する法律あるいは、えー、犯罪による収益の移転防止、まあ、これはマネロンなんですけれどもマネロンに関する法律あるいは 障害者差別解消法まあこういったことも当然に関わってくるということでございますのでまあ遵守すべき多くの法令ルールがあるということまあこの点についてもですねご理解そして対応をだくということが必要になります。 ここのページではですね、生損保との比較を記載しております、規制による比較でございますが、左側が焦点、右側が生損保でございますが、先ほどお話しした取扱い商品の規制、あるいはセーフティーネットとか、資産運用についても記載しておりますけれども、ポイントは赤で囲ったところでございます。 商談、えー、は参入の要件が登録制一方は、えー、生損保ではですね免許制と厳しく、えー、最低資本金も商談では1000万であることに対して生損保は最低資本金が10億ということでございます、えー、と一番下にですねちょっと小さい字ではありますけれども えー、記載のとおりですね翔誕、まあ、は最低資本金が1,000万でかつ登録制であるために生存保に比べて参入障壁が低いということでまあこれが常に新規参入会社が絶えない業界になっているというところでございますまあそのためですね、えー、保険のスタートアップ企業集団というふうに言われてますけれどもまあこういったことが背景にございます。 まあ、ただしですね、ひとたび商談会社として登録をされたあとは顧客保護を図るために生存保と同じ監督行政を受けるということはご理解をいただきたいと思います。えー、とここからですね、2つ,も2つ目のテーマで、えー、小学短期保険が注目され、業用拡大が著しい理由ということでございますが、 2018年度からの推移をいくつかお示ししております。2018年度以前もですね、まあ同様に毎年高い成長を維持しておりますが、まずは一番左、小学短期保険業者の数でございますけれども、商談会社数はですね、2018年から 4年間2022年度末で比べますとですね、まあ、約4年間で20社ほど増加していると、まあ、これが先ほど参入が絶えないというお話をしたところでございますがまた収入保険料と保有契約件数ともに2018年度から1.3倍に拡大をしております保有契約件数がですね1087万件ということは、まあ、数字上は 国民の10人に1人が小額短期保険の契約をしているということになりますけれども、まあ短期間でですね、まあここまで拡大してきているということでございます。えー、下半分ですけれども、まあここには焦点のですね、商品分野をお示ししております。えーご、ご承知の方も多いと思いますけど、家財保険というのはですね、えー、例えば、 賃貸物件にお住まいの方の家財の損害とか、あるいは大家さんへの賠償などを保障する保険で、まあ多くはですね、不動産会社などが代理店となって契約手続きがなされるということでございます。また、費用その他の中にはですね、旅行や予約をキャンセルした場合のキャンセル費用を保障するもの、あるいはスマホの修理費用を保障したり、 あるいは弁護士費用を保証したりというような保険が入ってございます。まあ、いずれにしましてもどの分野におきましてもですね先ほど見ていただいた通り、まあ、持続的に成長を続けているという状況にございます。えー、では、成長を続ける翔太の特色で中でもですね。最大の特色であります。商品についてまあ、ここではフォーカスをして見ていきたいと思います。けれども。 えー、お話をさせていただいたとおり翔太、えー、の商品は正、えー、法であれば300万円損保であれば1000万円などの制約がございます、えー、また正損、えー、保のように企業体力がございません、えー、ちなみに商談会社の従業員数の平均というのは大体20名程度ということでございます翔太、えー、には人物金の制約があるということでございます まあそこで翔旦ではですね保証額の制約を逆手に取って生存保では取り扱わないニッチな市場を狙ったりまあ例えばなんですけれどもこの左の上のところで言えば何を表現したかったかというとですねえと生命保険会社。 のの商品提案というのがです、ねえー、まあ例えば世帯の保証とかあるいは資産形成とか遺族の生活費用とか、まあ、こういったことを総合的に提案をするという方向である一方ですね、えー、実はここに書いたのは何かといいますと商談の場合はですね商談の製法というのは非常にシンプルな商品です。えー、例えばですね お葬式代を目的として亡くなったら200万円の保険金が支払います特約はありませんというか、まあ、こんなあの商品であったりあるいは糖尿病の方が入る保険という商品であったりですね、まあ、特定の疾病に絞って補償する保証を提供する、まあ、こんなことの方向性がございます。 で、一方でですね、えっ、ー、と、今度、損保分野で、えー、ここに書いてたのがですね、えー、国民のマーケット。 マスマーケットへの対応で、まあ、先ほどお話がありましたけど自動車保険、まあ、これは免許取得者というのは8,000万とか8,500万と言われてますけれども、まあ、こういったマスマーケットに対する補償の提供をするのが損保でまた先ほどの能登、ね、半島地震のように巨大リスクへの対応であったりとかあるいは事業リスク えー、役員賠償とまあこういったものに対する補償の提供などの方向性があるということに対して翔太、まあ、はですね、えー、限られた市場へアプローチをすると、まあ、だけど着実にマーケットを獲得するというような違いが実はここであの記載をしてたというところでございます。 まあそうやってですね、翔ンから生み出された商品は、えー、その先進性、まあ、これを生存法が追随したという事例がいくつもございますので、少しご紹介をさせていただきます。えっ、ー、と、一番上ですけれども、翔、えー、ンが生存法に先駆けて、同性カップルでも保険金受取の指定ができるようにした事例。 でございますが、えー、右にお示しした通りですね、えー、この後、政府会社が同様の対応を進めているということでございます。それから2つ目はですね、先ほどもお話しした、えー、葬儀保険です。えーまあ、ここにつきましてはですね、えー、契約者が 比較的高齢層ではございますので、生命保険会社は、まあこれまで手を伸ばしておりませんでしたが、マーケットが飽和状態に近づく中で、まあ生命保険会社も同様のアプローチを行っているというのが足元の状況でございます。そして三つ目ですけれども、まあこれは画期的なあの商品の事例です。まあ日本ではですね、明治以来生命保険の保険料は性別と 年齢によって算出されてきましたけれども、まあ、ショータンが初めて作ったこの商品ではですね、実年齢ではなくてまあ、健康状態を年齢化した数値によって保険料が変動するとまあ、こういった商品でございますまあ、現在では生命保険会社でもこの仕組みの保険商品が提供されるようになっておりまして、まあ、ショータン商品の 先進性がわかるという事例でございます最後はですね孤独死保険です居室内賃貸居室内で死後発見される孤独死まあ、これが社会問題化しておりますけれどもまあ、こういったケースにおいてですね居室内の例えば特殊清掃であったりあるいは、えー、残置物の 片付けであったり、まあ、こういった費用を保証するという保険でございます。2010年に小和団協けん会社が商品開発をした後ですね、大手損保での同様の商品の提供が始まったという経緯がございます。まあ、孤独死を懸念して高齢者に対する賃貸住宅の貸し渋りがあるという昨今の。 実態を踏まえますと、まあ、社会課題の解決にも貢献をした商品ということができるかと思います。えー、まあ商談会社はですね今見てきたように独自のマーケットへのアプローチそして先進性のある商品開発によりまして着実にマーケットを拡大してきたということができます。 えっと、さて、えー、本日ご参加の皆さんは、えー、デジタルテクノロジーを備えたスタートアップ企業の皆様も多くいらっしゃるとお聞きしましたので、まあ、ショータ点の商品開発とテクノロジーについて少しお話をさせていただきます。えー、急速にデジタル化が進みまして、保険分野においても、まあ、大いにその影響を感じているところではあります。 DX はですね保険販売や商品開発においてすでに大きな革新を起こしつつあると考えます、えー、例えば販売面におきましては対面募集から非対面募集あるいは対面非対面のハイブリッドへ、えー、そしてまた加入手続きではスマホ完結などの簡素化とかデジタルプラットフォームからの手続きなどが広がりつつあると思います で商品面においてもデータ分析などによって個人ごとに保険料が変わる商品などの仕組みも活用されつつあるという状況です。えー、ここでですね、下の方に書いてありますけれども、まあ、テクノロジーを活用したあ商品における商品の革新、販売の革新の事例を見ていきたいと思いますけれども、 まず1つ目医療ビッグデータの活用これは先ほどのですね健康年齢による保険料算出の事例でございますけれども当該契約者の健康状態ビッグデータを活用して算出してそれを年齢化して保険料が決まるという商品でございますそれから2つ目 AI アルゴリズムを活用している という事例ですけれども、まあスマホのユーザーの歩行距離とか使用頻度とか加速度センサーのデータを取得して AI アルゴリズムを活用して保険料を算出するという商品。そして3つ目がですね、いわゆる P2P、ピア2ピアという仕組みでございまして、まあ海外ではすでにありましたけれども、 デジタルプラットフォームなどで繋がった仲間同士でですね、グループを形成して、少学の保険金支払いにはグループのプールの中から支払いをシェアするという方式でございます。この2番目、3番目につきましてはですね、まあ、いずれもこの後、第2部、第3部でご登壇されますジャスティンケース様の事例でございますので、まあ、詳細、また改めてお聞きいただければと思います。 また次のページですけれども販売の革新という意味ではですね、エンベデッドインシュランスというものを取り上げております、まあ、エンベデッドと言いますと,、えー、と埋め込むという意味ですけれどもまさに、えー、非金融事業者が商品やサービスを提供する際に保険提案が埋め込まれているというような仕組みでシームレスに手続きできるというものでございます。<laughs> えー、事例を2つ挙げましたけれども、えー、と1つ目はですね旅行代理店の予約サイトに保険提案と手続きが組み込まれておりまして え、旅行の予約から、えー、シームレスにキャンセル保険の手続きができるというもの。そして二つ目がですね、えー、これ停電費用保険ということで、えー、5時間以上の停電によって発生した被害の保証をする。まあ、例えば、えー、蔵庫の中のものがダメになってしまったとかっていうこともあるかもしれませんけども、まあ、こういった商品なんですけれども、えー、電力会社のホームページの引っ越しに伴う電気がその手続き、 というようなサイトにこの停電保険に関する提案と手続きの仕組みが埋め込まれていてシームレスに手続きできると、まあ、こういったものでございます。まあ、このようなデジタルと商談の動きは今後ますます大きくなると思われますので、まあ、本日ご参加の皆様の活躍の素地があるのではないかというふうに思います。 今後テックの後押しが業界発展の力となり得るというふうに書かせていただきました。えー、そして、えーと、最後でございますけれども、まあ、ここではですね、事業経営者として知っておくべきこととしておりまして、まあ、今後、商談事業への参入意向のある皆様にお伝えしたいことを記載しております。 ここまで翔タン商品の先進性とかテクノロジーによる革新など比較的、まあ、攻めについてですねお話をしてまいりましたけれども、まあ、ここから、えー、守りについて少し言及をさせていただきます翔タン事業はですね保険業法で定められた3つの保険業のうちの1つでございますので事業経営については金融機関としていくつも留意すべきことがございます。 えまず経営者としての知識、あるいは見識が必要であるということはもちろんですけれども、保険業についての理解が不可欠ということでございます。金融機関はですね、ここに書いてありますが、フィデューシャリーデューティーということがございます。つまり、受益者、保険の場合でいくとお客様の利益ですね、これを一番に考える義務を負っているということで 原則がございます。これはフィデューシャリーデューティーと言いますけれども、まあ、従いまして顧客保護、顧客本位実現するために、まあ、保険会社としての体制整備を行うということが必要で、まあ、具体的に言いますと、組織のガバナンス体制を作る、それからコンプライアンス遵守を徹底する、そして信用力の向上、まあ、すなわちですね、財務基盤の充実、まあ、こういったことが必須になるということでございます。 ま残念ながら商談業界におきましては過去に相次いで行政処分を受けて 業界の信頼が揺らぎかねない事態に陥った経緯がございます。まあ、これを踏まえまして、2023年の4月に監督審は改正されておりますので、まあ、この改正されたポイントをいくつかあご説明をして、翔談の事業経営に必要なことのご説明にしたいと思いますが、まず一つ目ですね。商、え、談、ー、事業ではですね、保険をよく知った人、まあ、保険精通者、 とそれから企業経営に携わった人が要件だとといいうことでございます、まあ、具体的には人的構成に記載のとおりで本部機能を有する部門には保険精通者を複数配置するそして加えてですね企業の経営管理業務に3年以上携わった経験者を1名以上配置するというようなことが示されております。 で2つ目資金繰りと書きましたけれども、まあ、事業継続の資金確保のために必要時、まあ、つまり業績が厳しい時などですけれども親会社オーナーなどからですね6ヶ月間の事業継続費用の資金調達の同意が取り付けられているということ、まあ、これはですね商談会社登録の際に当局からしっかりと確認をされる事項でございます。えー、保険会社というのはです、ね、メーカー。カ あるいは小売業とは異なりまして売上から仕入れあるいは原材料費を引いたものが利益という会計ではなくて、まあ、将来の保険金給付金の支払いに備えて準備金を積み立てるということが法律で定められております。したがいまして販売好調であればその分の準備金を積み立てていく必要がございまして、まあ、相場増資が必要になるケースもございます。 まあ保険業特有の事情も理解をした上で、それに対応すべく、体制整備を行っていただくことが必要だというふうに思います。資料の方ではですね、次のページ、ちょっと小さくて見えませんけれども、監督審に示されておりますもの、経営管理体制とか財務の健全性以外にも、例えば苦情の対応とか、 あるいは保険募集管理体制についても明示されておりますので、まあ参入以降をお持ちの皆さんはですね、ぜひ、えー、この点についてもご理解とご認識をお持ちいただければと思います、えー。ということで本日はですね、小学短期保険の制度、それから成長の背景と、 えー、さらに参入以降お持ちの皆様への留意点をお話しさせていただきました。えー、もし、えー、ご質問があ終わりの方がいらっしゃれば、後ほどの懇親会であのご質問いただければと、お声掛けいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、ご清聴ありがとうございました。 えっと、お次さんからですね、えっ、ー、と、小学短期保険の現状であったり、今革新的な取り組み、えー、いろいろお話いただきました。<laughs> というところでですね、えっ、ー、と、後半、後半、えー、次の第2部に関しては、ジャストインケーステクノロジーズから、えぇ、ー、ジャストインケーステクノロジーズ中江からですね、えっ、ー、と、こちらの経験者が語る小学短期保険業というところで、えー、お伝えさせていただければと思います。では、拍手でお迎え,お迎えください。お願いします。 皆さん、こんばんは。ジャスティン・ケース・テクノロジーズ、中江と申します。あの、自己紹介から申し上げますとですね、私は、あの、去年の3月まで、まあ、某、小学短期保険の経営を7年間やっておりましてですね、最後の3年は代表を務めてまして、えー、まあ、なんとかですね、畑さんにお願いして、テクノロジーズわかんないんですけど、翔太の社長さんを救いたいという思いを持ってですね、 えー、この去年の4月からテクノロジーズの方に入社したというような経緯がございます。はい。はい。えっ、ー、と、まず、まあ、前職の悩み事っていうのを中心にお話ししようかなと思いまして、え、2006年設立、まあ、保険業法改正で翔ンが出来上がりましたという時代にできた翔ンでございます。で、大体の構成がですね、まあ、本社各部がございますが、 外部委託として、自己センターと事務センター。まあ、こちらはもう、えー、ほとんど外部委託で任せておりました。で、システムも、まあ、あの、でかい会社さんにお願いしましてですね、収納代行業者さんと印刷業者さんを使って回していたと。で、大店様に対しては、まあ、あの、相当な数がありましたんで、全国に ある店さんを、まあ、動かしていいたとううよ電話はですねフリーダイヤルで3本持ってまして本社に1本、えー、事務センターこれは解約とか移動の手続きで自己センター自己受付ですね24時間365日と、まあ、こういったあの急大前な、まあ、体制を持った会社に、えー、ついたというような状況でございます。 で、一番困ったのがですね、やはり、えー、紙とお金でございました。えー、申し込み書は紙で出来上がり、えぇ、ー、大転経由で、えー、事務センターに送付すると。で、まぁ、あ、倉庫にエビデンスを保管すると。えー、お金につきましては、えー、現金が多くありましてですね、えー、公開はコンビニ払い。で、クレジットカードが一部ございましたが、えー、そういった払い方の構成でございます。 で、最終的に証券については紙で郵送しているというような状況でございました。で、証券につきましては飲酒税もかかりましたんで、ここについての負担も結構多く、えー、負担をしておりました。はい。まあ、これをですね、7年間でどうしようかというところで、えー、奮闘したわけなんですけども、まずは、あの、認可も変えましてですね、えー、ウェブ申し込みという 作りをしまして、その比率をアップすべく、まあ、努力をしたと。で、その中において、えー、証券発行省略という同意を求め、OK の方には、えー、最終出る証券もですね、ポータルサイトで提示をするという、まあ、流れに変えております。で、クレジットカード等って書いてありますけども、まあ、結局キャッシュレス比率をアップするためにですね、 クレジット払いのみならず、その他払いということで、支払い方法の特約追加をえ認可取りまして、首脳代行業者経由で、まあ、キャッシュレスを引き上げたというようなえ取り組みをやってまいりました。はい。で、次に契約メンテナンスの部分ですけども、解約の申し出、こちらは電話で受付。 で、お客様には法人もいらっしゃったもんですから、ここについては紙のやり取りが発生しておりました。で、保険金請求につきましても、電話受付、電話で事故を受けの後、書類送付回収というような形の紙の動きがやはりございました。まあ、こちらいずれも委託先で運営してましたので、まあ、目の前にはもちろんいないメンバーでですね、コントロールしなければいけなかったと。 というような状況でございます。はい。こちらにつきましてもですね、やはりウェブでの解約を、えー、引き上げる。電話をなるべく少なくするというところでございました。で保険寄生金請求につきましても、えーメールえー、ウェブでの受付。で、おそらくこれから、あの、焦ン に出られる方々はですね、どのような販売をして、まあ、進めていこうかというところで大きく、当然対面を使うか非対面かというのは終わりかと思います。で、おそらく対面においてもですね、ウェブを使った形でそこにまあ誘導する。または、えー、入力をお客様に促すような形で、えー、進めていくようなパターン。 これ、まあ、あの、今現時点の、え、前職の、あの、スタイルでもございます。え、理店様が、やはり、あの、本業で接点があるもんですから、その本業にくっついた保険の場合は、やはり理店様がですね、重要事項なり、パンフレットを使って説明をするというのが、まあ、中心でございます。で、入力いただく、または、え、移行確認をいただくのは、え、ウェブサイトと。 まあこういった流れで、え、現時点運営しているような状況ですね。で、もう一方で、全くの、え、非対面。まあこれはあの、ウェブにですね、えー、相当、あの、サイトに魅力があれば、お客様の集客力あると思いますので、まあそういう方法もあるでしょう。まあその場合は、お客様が、まあそのサイトを見つけて入ってくるわけですけども、 まあ大きく言いますと、えー、非対面の場合は仕組みで募集管理ができる。まあ、自分たちでコントロールを、まあ、便完全にできるような形かと思います。ただ一方で、えー、対面を絡める場合には、募集人の管理、えー、研修だったり、えー、登録等々の仕事が発生すると。まあ、作られる 方々がどういったマーケットをどのように動かしていくかという中でいけばですね、おそらく一定左のですね、募集人を絡めるというところが必要な場面が出てくるんじゃないかと思うんですね。まあ、ここで保険会社としての管理等々が出てくるんではなかろうかということで、 はい。先ほどあの、大月理事からですね、えー、人的構成みたいなお話ございましたけども、えー、監督指針等においては、この保険募集管理、保険金等支払い管理、財務管理、リスク管理、えー、内部監査部門といったところに、まあ、触れておりますで。代理店募集管理は先ほど申し上げた募集人の管理になりますけども、ここについての、まあ、 ノウハウ等々はですね、一定やはり対策としますと、保険会社及び代理店の営業事務の軽減者、まあこういった方が必要なのかなというふうに考えます。で、保険金等支払い管理につきましては、えー、支払い査定、決済。まあこれはあの業務委託であっても必ずやしなければいけない、えー、適切払いというところございます。 ここについてもですね、えー、ここは保険会社の損害サービス部経験者、業務経験者、ここをまあお勧めします。私も、えー、期間中7年のうち2回、えー、この損害サービスの部分はですね、人が変わりましたけども、ここにつきましてはやはり経験者じゃないと厳しいかなと。 いう思いで常にまあ採用にしてもですね、えー、考えてやっておりました。はい。あと財務管理、リスク管理の部分ですけども、ここはあの、商品管理、再保険、えー、責任純明金支払い容力等ということで、一定の管理、管理と言いますかですね、監査と言った方がいいですかね、保険経理人がおりますんで、一定の相談相手としてはなるんですけども、 ここはなかなか保険会社の採用難しいです。経験者というのは。ですので、せめて経理業務を知っている人間でですね、私は保険経理人にですね、個別委託をしました。あの、年間の受け負いではなくてですね、まず一つは責任準備金のシミュレーションを したいということでそのシートを作っていただいたり商品管理という意味では年間の請負保険経理人とは別にですねまた経理人を使いまして商品の新商品認可および改定の時ですねその保険経理人にも協力をいただきまして えー、作り上げてきたというようよなことがごこもですね、えー、一番初めはあの、えー、業務をやってる人間が兼務しておったんですけどもちろん独立性がなければいけないということもありですね、えー、ここは一部外部委託を使いましてこの内部監査部門の人間を育てようと。 ということを試みました、えー、そういった、まあ、民間会社がございますんであの1年でですね、えー、数回、えー、内部監査各部をですね、えー、一つ一つやっていただいてどういった進め方をするのかというところをですね、えー、いただきながら最終的にはあのこの内部監査部門の人間だけでですねできるように、まあ、したというような ことがございます、まあ、ここは、えー、開業後もずっと、まあ、難しい部分ですがなんとか保険業務経験者及び、まあ、そういったノウハウを蓄積できるような形でですね作り上げないといけない部分かなというふうに痛感していたことでございます。 あともう一つが保険料。まあ、これ事業計画、収支計画というところがですね、当然あの、登録時の申請にも求められるところかと思うんですけども、えー、前職の親会社は一般事業会社でございましたんで、特に事業費の中のですね、えー、再保険、責任準備金、危険準備金、支払い日金、こういったような項目には理解を あまり持っていなかったところ、ここがですね、えー、計画の中に入れて、いかにこう収支を上げるかと。で、おそらく、えー、登録時には、あの、申請時にはですね、えー、5年間で黒字にするような収支計画が必要だと思います。で、一番初めに、まああの、保険、一番下にございます、純保険料。まあここからあの、 保険料、営業保険料を作り上げると思うんですけども、まあ、ぜひこの段階からですね、えー、保険経理人等のご相談をやはりするのが一番早いのではないかと思います。で、お聞きするとですね、やはりこの収支計画というのにいかにストレスをかけるか、かけても安心かというところがですね、えー、財務局 あの当局からはですね求められているようでございますのでここについてもやはり専門家にご相談いただくのがいいのかなというふうに考えますはい私があの着任した時にはですね、えー、実はこの比例差保険は導入されておりませんでした ここについてもですね、多くの翔丹さん入れてまっしゃいますけども、まあ、あの、収支の安定という意味では、えー、大変機能する部分ではございます。ただ一方で、えー、新規獲得のですね、手数料というものが、再保険会社の方から参りますけども、近年だいぶ厳しい、まあ、日本のね、自然災害とかいろいろございますんで、状況の中でいくと、 ここについては結構慎重に保険会社を選定する、再保険会社を選定するところも含めてですね、やられた方がいいのかなというふうに考えます。この絵にございますけれども、結局、左何パーセントかリスクを再保険会社に出すというようなこと。で、一方、保有で残す部分ございますけれども、結局縦割りですので、 あの、収支、事業費、代理店手数料、純保険料という構成費は、つまりコンバインドレシオは変わらない形になりますので、それに加えて比例再保険の、まあ、コストもかかってくると。ただ、先ほどちょっと申し上げました、準備金等のですね、えー、支払い未金等も再保険リスクとして出せますんで、その辺の数字の 大小、まあ保有リスク分で済みますのでですね、だいぶリスクが小さくなり、まあ安定化という意味では寄与するのかなというふうに今考えております。今もあの収支を良くすべくですね、えー、現任社長を進めてると思うんですけども、このやっぱり収支についての部分がいかに安定した 形で、えー、黒字確保できるかというところがですね、あればこの再保険で切った時もですね問題なく、えー、黒字の部分が増えるかなと思います。この再保険についてはなかなかあの、えー、お知り合いといいますかですね。えー つながりがある部分なかなかないと思いますんで、まあ、こちらもですね、ぜひ専門家にご相談いただくのがよろしいかと思います。これも収支安定としての計画の一つとしてご検討いただければと思います。はい。で、一番最後にですね、私が重要視してたのは、このお客様の声。 まあ先ほどあの大月理事もですねあの顧客本位の業務運営というお話ございましたけどもいかにあのお客様とのまあ接点を持つ部分からタイムリーな情報を取るかとまあ完全あのウェブで完全ウェブ問い合わせの場合はですね早々まあタイムリーな情報連携というのは普通に入ってくるのかもしれないんですけども 一定の業務委託または代理店さんを持つような形の際にはですね、このお客様のご意見をお問い合わせという部分の入電履歴を、えー、共有をしておりました、まあ。特に苦情と思われるものは即連携をしてくださいと。で、もう一方で問い合わせが似たようなものが多い場合、まあ、これは仕組みが悪いのでは,悪いのではと。 いうことで、えー、社内で検討するということの繰り返しが、えー、ほぼ毎月、えー、やってきたことでございます。まあ、顧客本位の業務運営、えー、サイトにアップしてですね、えー、業者として認められるところも必要ですけども、まずはあの苦情の定義というのをですね、大、え、殿、ー、様も含めて浸透させることが重要かなというふうに考えます。 まあ普通に言えばお客様の不満足の表明というような形でですね、定義をされて何かあればすぐに情報連携というので運営をしていくのがよろしいかなと。で、またその仕組みを持つというところが重要だと思っております。はい。私からは以上なんですけども、ぜひ あのお考えのところ、えー、まあ最近でいけば先ほどございましたけれども DX が進んでおりますので相当非対面という部分多いかと思うんですが一方でやっぱり売り上げを上げるという意味では代理店様、えー、サイドへの誘導というようなですね行為が必要になってくるその場合お客様との接点で生まれることをいかにつかむかと。 いうところがやはり重要かと思いますので、ここをぜひですね、えー、ベースに持って進めていただければよろしいかなと思っております。はい。あの、私の7年間の、まあ、経験の振り返るということで、私からは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。